その結果何が起こった思い出せ。お前ら二人して見たくないものには見ないふりするのか。それでいいのかい。それじゃあ前に進めないだろ。そんなに今の関係が大事か。壊したくないのかい。思い出せ。ここにいたのか。大丈夫か。起き上がれるか。やっぱり思い出せないんだね。ダメなのか。クソ、なんでだよ。そんなに今の関係が大事かって聞いたね、シン。大事だよ。俺にとっては何より大事なものだ。俺がこいつを傷つけるわけないよ。お前は嘘つきだ。自首するよ。ただし事故としてね。これ以上反論はないよな。これでおしまいなの？本当のこと言わないままなの？シン、お前とはもう会うこともないんだろうな。どこへでも行っちまえよ、トーマのバカ。なんで思い出せないんだよ、お前。お前もトーマと同じなのか。見ないふりして済ませたいのか。もしお前が本気でそれを望んでるなら、俺のしたことは無駄だったってことだよな。穏便に住んでたものを掘り返して、お前とトーマの関係にひびを入れただけだ。そんなことがしたかったわけじゃないんだよ。トーマはどうなるのかな。事故だってことなら大した罪にはならないよね。事故だっていうのはきっと嘘なんだろうけど、君もそう思ったよね。
ても君は結局あの記憶を取り戻せないままなんだね。シンの言う通り、君の深層心理はトーマの本心を知りたくないって思ってるのかな。まあ、あんまり心配しないで。時間がかかるかもしれないけど、他の記憶は少しずつ戻っていくよ。始まればまた新しい刺激もあるだろうし、僕とはのんびり付き合うってことで。もうしばらくよろしくね。釈放されてたんだってな。なあ、お前はもう知ってたのか。そうだよな、本人と連絡取ってるんだよな。お前さ、まだ記憶全部戻ってないんだよな。それでも全部思い出せないってのは、やっぱりトーマのことが引っかかってるからじゃなくて。あのさ、いろいろ考えたんだけど、一回別れない。わかってる。でも、俺のこと前と同じように好きになったわけでもないだろ。お前さ、今トーマと俺を比べて迷いがないって本当に言える？昔の思い出を持ってないお前が、公平な状態で俺たちと出会って本当に俺を選ぶのか心配になった。前のお前と付き合ってたからって、お前を拘束してんの、ずるいんじゃないの？トーマにも好かれてんの、もうわかってるだろ。言っとくけど、諦めるとかじゃ全然ないから、一度別れて。改めて奪うだけ。
罪悪感抱えてる今のお前を縛っててもいい気分しない。だから公平に行く。その方がお前も納得できるだろう。俺もトーマに遠慮しなくて済む。別に問題ない。お前絶対また俺を好きになるから。ないね。でも絶対譲れない。絶対奪いに行く。だから待ってろ。おい早いだろ。後でまた納得いかなくなっても知らないぞ。すぐ奪ってやる。後悔しないって胸張って言えるまで受け入れんなよ。だから早いっつうのこのバカ。